富士の国総研研究員久保ひとみ、県民代表として日夜県内を駆け回っている。本日の指令、ものづくりの町浜松でものづくりの精神を受け継ごうと頑張っている高校生がいる、調査してくれ。富士の国県民愛。ものづくりといえば工業高校ですよね。それでは早速調査開始です。訪れたのは浜松城北工業高校。こんにちは。今どんなことをしてらっしゃるんですか？これは1リットルのガソリンでどのぐらい走れるかっていう市長のための車です。燃費を競うエコランカーを調整しているのは省エネ研究部のメンバー。1リットルで800キロメートルほど走る性能があります。去年三重県で行われた大会では見事ワンツーフィニッシュ。2台の違いってどんなところなんですか？あちらにある緑の方が2004年モデル、鉄のフレームでできてまして、こちらの方が2011年モデルでカーボンのモノコックで作っているのでものすごく軽くて、はい、部員たちは毎年毎年工夫を重ね記録を伸ばしてきました。この春卒業する3年生に思いを聞きました。後輩たちがそのマシンを改善してってもらって、どんどんいい記録を出してもらうように頑張ってもらいたいです。こちらは浜松工業高校の機械研究部。こちらも車の整備に懸命です。でも車の仕組みが違うようです。こんにちは。これはどういった車になるんですか？電気モーターを使って走る車です。電気を使って走る車なんですね、はい、私も乗ることできますか？あ、どうぞ。こんな形ですか？はい、本当に寝転がった状態で運転するんですね。はい、そうです。いやー、すごい、スピードが結構出ますね。浜松工業は県大会で10連覇中です。走りはスムーズですし、すごく静かですね。工業高校は未来を担うものづくりのスペシャリストを育成し、地域の産業を支える人材を輩出。取得した資格や技能は就職や将来の大きな糧になります。今年の目標をズバリお願いします。やっぱり浜松はものづくりの街なんで、他の高校に負けないようにこのエコランカーを作っていきたいと思います。これぞ浜松という車に仕上げて今年も優勝します。頑張ってくださいね。ありがとうございます。中学生の皆さん、僕らと一緒にものづくりに挑戦してみませんか？富士の国県民愛は静岡県広報課がお送りしました。